川崎 C-2C-2 は日本の航空自衛隊が保有する輸送機。C-1 の後継機として防衛省技術研究本部と川崎重工業が CX の計画名で開発し、川崎重工業が製造する。配属先のミホ基地ではブルーホエールの愛称が付与されている。C-2 は C-1 の後継として2000年に 第2次 CX として計画され、防衛省技術研究本部と、川崎重工業によって開発が進められた、ターボファンエンジン総発の大型戦術輸送機である。2010年1月26日に初飛行した。初飛行に際して、試作機に対し XC-2 の形式名称が与えられた。当初の計画では2014年度末に、美保基地に配備する予定であったが、 開発途上で機体の強度不足が発覚したことなどにより配備が予定より遅れ2017年3月27日に開発完了し C-2 として正式採用、部隊使用承認された。2017年3月28日に3機、2018年度末までに8機配備される見込みである。開発総額は2016年時点で約に610億円とされる。 置き換え対象の C-1 当初使用のままの航続距離が要件の変化に対応できなくなった。現行の主力 C-130H 防衛庁では国産の C-1 と輸入した C-130H を戦術輸送機としているが C-1 が対応飛行時間を迎えるため後継が検討された。日本国内の航空産業の技術育成の観点から 2000年末に中型戦術輸送機の国産化を決定、MPA-PX と同時に開発し、一部部品や自工具の共用によって、両機種合わせた開発費を抑えることとされ、その額は両機合わせて3、400億円と見込まれた。平成13年度予算の要求53億円は満額が認め5月25日に、 航空メーカーを選定する旨を官報にて、告示30日まで希望メーカーを募集した。応募した8社を招いて31日に説明会が開催され、7月31日午後5時を期限として、使用の提出を行わせたが、1社は希望を撤回した。主契約では、川崎が PXCX の分担生産では、川崎が主翼と水平尾翼、富士が 主翼、水平尾翼、垂直尾翼、翼道フェアリング CX のバルジ、三菱が中道、五道、垂直尾翼、さらに新明和工業、日本飛行機、昭和飛行機、ジャムコが各部品を希望、計七社が参加を表明した。十一月二十六日に防衛庁は、主契約企業に、川崎を選定したと発表、時給早期機及び時期固定翼紹介機契約が、 締結され、三菱、富士を筆頭に各社が分担生産することとなった。平成14年度予算の要求410億円が承認され、開発が開始された。なお、この時一部で国産旅客機、イエセックスと共通化させると報じられたが、2001年末に防衛庁と川崎は共同で否定している。しかし、自社で計画中の125隻 クラスジェット旅客機では PX の主翼技術を利用するとしている。また、日本航空機開発協会では平成14年度より PX 及び CX を民間旅客機へ転用するための開発調査を行っている。開発計画は設計が平成13年度から16年度、試作が平成15年度から21年度、試験が 平成18年度から23年度、契約は毎年度ごとに、その1からその7まで7段階、総開発費は若干増額されて3、450億円とした。三菱が中道と五道、富士重工が主翼と垂直尾翼の開発、分担製造を担当している。中型機2機の同時開発と部品共通化は世界的にも珍しい。 2001年度に防衛庁と川崎は PX、CX 契約を締結し、川崎は社内に大型機設計チームマーケットを設置、三菱、富士、日本飛行機などの出港を含め、約650名によって設計作業を開始した。基本図は基本による技術審査に回され、2003年6月12日に妥当と判断された。これにより、 三面図と性能諸限が想定できるエンジンの範囲内で確定した。翌日からは細部設計の段階に移行し、製造図を2004年に完成させた。また、6月には岐阜県岐阜工場に自社最大規模のハンガーが竣工、CX の製造をここで行い、将来の旅客機製造も視野に入れている。十二月二日に岐阜工場内で PX、 CX の実大模型を公開した。地上試験用の2機と飛行試験機2機をまず製造。2003年度の CX、PX により、正強度試験用機体の製造が開始された。2005年には、富士重工から01号機用の主翼が納入。川崎で組み立てられた01号機は2006年3月15日に、防衛庁に引き渡された。01号機は、 空自岐阜基地の第二補給所内に新設された強度試験場で再組み立ての後、耐久試験が行われていた。この正強度試験において、防衛省は2007年7月30日に CX の水平尾翼の変形、主脚及びその付近の胴体構造の一部に変形、及び接触、胴体の床構造の一部にひび、変形といった不都合事象が、 複数発生したと公表した。このため、各部の解説計が行われることとなったが、三菱が担当した中部動体の改善に予想外の時間がかかったことから、その後の計画に遅れが生じた。2004年度契約の CXPX により、飛行試験機1号機の製造が開始され、二千七年三月六日にロールアウト、地上での整備と試験を経て、 同年夏に初飛行予定であった。しかし直前の2月に輸入した米国製のリベットに強度不足が判明し、使用箇所の確認と交換、再検査をする必要があるためロールアウトは延期された。防衛省航空機関が6月7日に発表した調査結果によれば、交換が必要なリベット数は3663点に上り、ほとんどのリベットは、 川崎によって交換され、369箇所の交換不能な不適合リベットについては、周囲のリベットをより強度の大きいファスナー類に交換することで処置。別の手段を用いた補強が37箇所、当て板を用いた補強箇所が2箇所で、航空機下ではこの改善処置により、機体強度の問題点は解消されたとしている。白地に赤いストライプの塗色が、 特徴の試作1号機量産機と同じ図書区の試作2号機2007年7月4日にロールアウトが行われたが、性的強度試験機の不都合発生により、1日の作業量を増やすなどして9月中に繰り下げて行う予定だった初飛行は、早くて12月とされたが、年内の飛行は達成できなかった。 また2008年3月31日に防衛省へ納入される予定であったが、不具合箇所が広範囲に及ぶため、初飛行は早くて、同年夏以降とされた。CX 量産機の調達開始は2008年度予算では見送られ、事前に1年繰り下げたため、スケジュールには余裕があるが、防衛省では川崎に対し、医薬金の請求を検討するとしていた。 開発の遅れにより2009年度予算での調達も見送られた。2005年度契約の CXPX により疲労強度試験機の建造が開始された。2006年度契約の CXPX では飛行試験機2号機が建造されるほか空中重油機能と暗視装置対応機器が新たに追加される。2007年度の CX PX が最終契約となり、一連の開発は冒頭の通り2012年3月の完了を予定していたが、試験の進捗により蓄積されたデータ等を踏まえて、強度の再計算を行い構造情報を要する部位が複数確認された。これを受けて、所要の措置を施すために開発期間を1年間延長し、平成26年度までとすることが決まった。 2010年1月26日、試作処方機の初飛行が行われ、3月30日に防衛省へ納入された。2014年1月7日、寄付基地で機体の強度を確認する地上試験中に貨物扉が脱落する不具合が発生。機内の圧力を通常の運用で想定される上限よりも1.5倍にまで高めようとしたところ、 1.2倍に加圧した段階で、機体後部の貨物扉が破損し、一部が脱落したという。2014年7月4日、防衛省は加圧試験中に、扉が外れた原因について、試験機後部のフレーム強度が不足していたことを発表。再度試験のため、平成26年度末に予定していた、部隊配備を2年間延期することを発表した。 再試験には400億円の追加予算が必要とされた。2014年11月以降、1月の機体構造地上試験中に発生した不具合対策として、試作1号機に対し量産機と同じ胴体への交換作業を実施。2015年10月、機内の圧力を通常の運用で想定される上限よりも1.35倍まで高め。 強度に問題ないことが確認された。2016年2月24日、胴体交換作業完了により、防衛装備庁が、川崎重工業岐阜工場において、防衛装備庁のロゴをまとった試作1号機を受領。今後は、岐阜基地において、性能確認試験等を実施する予定。2016年3月、正式採用される見込みであることが報じられた。 2016年5月17日、C-2 量産初号機68から1203が岐阜基地で初飛行に成功した。2016年6月30日、川崎重工は同社岐阜工場で航空自衛隊向け C-2 相、SO、機量産初号機68から1203を防衛省に納入したと発表した。 防衛省は2017年3月27日 C-2 の開発を完了したと発表した。3月28日には鳥取県美保基地の第3輸送航空隊第403飛行隊に C-2 が3機配備され、3月30日には配備を記念した式典が行われた。2018年9月まで運用試験を実施し、2020年2月現在では、 第403飛行隊にて、量産機発機が、人員や物資の航空輸送など各種任務に使用されている。2000年、2001年、2003年、2004年、2005年、2006年、2007年、2008年、2010年、2011年、2012年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年。 C-2 へ早期の特徴 C-2 は、戦後日本が自主開発する機体としては、過去最大のサイズとなる。機体はターボファンエンジン総発、主翼は高翼配置、尾翼は T 字タイプ、胴体後部に貨物が入れ口を設け、主脚は胴体下部にバルジを設けて収納する、等、現行の C-1 と同様の形式であるが、サイズ、性能ともに、 C-1 を量駕しており、C-1 と比較し全長は1.51倍、全幅は1.45倍、全高は1.42倍、空気重量は2.5倍、最大積載量は3.75倍、最大速度は1.2倍、エンジン合計推力は約4.24倍となっている。また、航続距離は C-1 が有効積載量2.6トン搭載時に、 1> 約 1700km、C-130H は5トン搭載時に約 4000km なのに、対し、XC-2 は12トン搭載時に約 6500km である。C-2 開発での基本的なコンセプトは、大搭載量、長距離航続、高速巡航である。C-1 での航続距離不足は、輸送任務において足かせになっており、 c-130h ともに搭載量も大きくはない。また、旅客機は早くから高速化に取り組んできたため、民海航空路は高速路線と化しているが、先日輸送機は人員や荷物の空中投過が容易なように、高翼配置が多く、旅客機に多い低翼配置に比べて、貨物室をできるだけ広く取るため胴体側面及び、底面の補強のための張り出しなどが、 空気抵抗となり、高速化には不利である。加えて車両などの大型貨物を搭載するために、断面積が旅客機より大きく、広い機内スペースを確保するためにバルジを設けて、主客を収納するために歪になった、機体形状によっても、空気抵抗が増えるため、高速巡航には向かなくなりがちである。このような条件がある中で、CE-2 には ISO40 フィートコンテナを積んだ。 セミトレーラーを牽引車込みで搭載可能なスペースと高速巡航という相反する性能が求められた。これらの課題解決のため C-2 の主翼は胴体より上にあり、主翼桁が貨物室を圧迫しない配置になっている。これにより、例えば A400M の貨物室高さが主翼部でそれ以降の4メートルより15センチメートル低い3.85メートルに対し C-2 は 全貨物室で4メートルの高さを確保している。ナオコの主翼配置によって増大する空気抵抗は主翼前後大型のフェアリングで覆うことで抑えており C-2 の外見上の特徴となっている。また高速巡航のため主翼形状を1000音速領域に適用したスーパークリティカル翼型とし、エンジンもボーイング製やエアバス製の旅客機にも使われている。 大水力エンジンを採用した。主脚蒸気の通り機体サイズ、最大積載量、航続距離のいずれの点においても C-1、さらに C-130H を大きく上回り、国際共同開発のエアバス A400M に匹敵するが、ターボプロップエンジン推進の A400M、あるいは他のジェット輸送機に比べて、巡航速度が速く、民間の旅客機並みの高温速で、 民間の旅客機と同じ高度や航路を活用して、目的地への迅速な輸送が可能となる。また、C-1 等より大型の機体であるが、スラストリバーサー搭載型大水力エンジンの搭載、等により C-1 並みの短距離離着陸性能。一方で開発コストを抑えるため不正値での運用能力は要求されなかったが、強度上では運用可能とされており、 2020年3月に未補装滑走路で地上走行試験が行われた。機体形状は C-1 同様、曲線を多用したものとなっている。胴体後部の貨物扉は平たい形状で C-1 が観音開き扉を備えていたのに対し、XC-2 ではそのままローリングランプとなる。膠着装置は主脚が片側6輪ずつ12輪の車輪を持つ。 主翼前縁にスラットを装備、フラップカーリングは片側に4箇所ある。垂直尾翼の方向打はに分割式で、後円はアンチバランスタブの役割も果たす。水平尾翼は全誘導式で、さらに後円に昇降打を持つ。機種には、後方、気象レーダーを搭載。レーダードームの左右横と、機体後部には、ミサイル警報装置とレーダー警報受信機のセンサーを、 備える。変態飛行時に点灯する変態灯は、後部側面と垂直尾翼に設置される。上部には空中給油口を備えており、空中重油が可能である。機体下部に大きく張り出した主脚バルジに補助動力装置を持つ。ペイロード搭載量の増加により、大型の手術者や送輪装甲車などの空輸も可能となり、災害や有事の際の実用性が増す。 後部空底扉には、デフレクターが追加され、空底部隊効果の際の安全性が高められている。全部胴体、水平尾翼には、川崎重工が開発した、軽くて強く、低コストの航空機用炭素繊維強化複合材料、KMS6115 を採用。同時に開発された p、p 一召喚機とは、機体では、操縦席風防、主翼外、翼、 水平尾翼、システムでは統合表示器、完成基準装置、飛行制御計算機、APU、衝突防止等、足上げ高システムコントロールユニットの共通化を図り、機体重量比で約15%の共通部品、搭載システム品目数で約75%の共通装備となっており、これにより開発費を250億円程度削減できたとしている。一方、 PX はフライバイライトや国産エンジンなど新技術を採用しているのに対し CX は運用が確立された操縦系、エンジン系を採用して将来の民間転用を考慮している。機体の配色は試作1号機は白地に赤いストライプと胴体仮面が灰色の基本試作機の標準色であるが試作2号機及び量産機は青みがかった。 灰色中心の明細色である。また海外派遣時には C-130H に採用された水色一式のような特別明細が施される可能性もある。2015年には量産系を使用しての積雪自離陸滑走試験を成功させるなど主力輸送機としての地位を盤石なものにしつつある。機体の開発、製造では三菱重工業が中道、五道、 翼道フェアリング、富士中工業が主翼を分担し、日本飛行機も参加している。システムでは、搭載レーダーは東芝、管制装置は新興電機、自己防御装置は三菱電機、空調装置は島津製作所、足組み立ては住友精密工業など、国内大手企業が参加している。コックピットコックピットは P-1 と、 同じく大型液晶ディスプレイを6台と波動を備えたグラスコックピットを採用した。戦術輸送飛行管理システムにより、低空飛行の際、操縦席のヘッドアップディスプレイ画面に飛行経路が誘導表示されるほか、経路上の脅威も示唆し、その回避経路を表示することで生存性の向上を図っている。NVG にも対応している。機体の大型化により、 操縦席の位置も高くなり、下方の視界が悪化したため、操縦席の足元外側に窓が設けられた。また斜め上にも小型の窓が設けられている。消火器である P-1 はセンサーや電子機器へのノイズを抑えるため、光ファイバーを使用したフライバイライトを採用し、機外の監視が多いためコックピットは、機上整備員を含めた3名体制となったが、輸出を考慮した。 輸送機である C-2 では信頼性を重視したフライバイワイヤー方式を採用、コックピットを2名体制としたため P-1 とはスイッチのレイアウトが若干異なっている。C-1 では貨物室の上部に動力のワイヤーが露出していたが C-2 ではケーブル類はすべて格納されている。貨物のバランスを検知する重量センサーや監視カメラ。 陸上で積み下ろし作業を効率化するため、省力化搭載を下ろし、下システム、降下する隊員への指示などに使用する電光掲示板など任務を補助する機能が搭載された。これらの機能は貨物室前方のロードマスター席でコントロールできる。長時間の任務に備え、操縦席後部には仮眠用の二段ベッドのほか、冷蔵庫や電子レンジを有するギャレーが設けられた。トイレは、 乗員が多くなるため民間旅客機と同等の設備が2箇所用意されている。C-2 に装備された CF6 から 80C2K1 回ターボファンエンジン装備する Z エンジンは防衛庁が2002年からロールスロイス、ゼネラルエレクトリック、プラットホイトニーの3社からの提案を検討した結果2003年8月に ゼネラルエレクトリックの CEF6 から 80C2K1 回型エンジンとナセルシステムを採用した。このエンジンの選定にあたっては、当時すでに航空自衛隊に導入されていた、ボーイング747から400、E-767、KC-767 が同一のエンジンを採用しており、整備面で都合が良いことから決定されたと思われる。海外でも、 民間で広く普及しているため、渡航先での整備拠点もあり、また、日本国内の航空会社も、ボーイング製の機体とともに、同系統のエンジンを600機以上採用しており、形式は新しくないが、信頼性の高さと国内での運用経験も、選定の根拠とされている。エンジンは防衛省が、勝者山田陽光で A ランクを、随意契約で代理店として、 GE 社から購入し、機体を組み立てる川崎へ関係されることになっており、2004年度と2005年度に5機が納入された。しかし、山田博之の経営陣が株式をめぐって分裂し、GE エンジン担当者を含む約30名が2006年9月に日本未来図を設立。GE は2007年7月に山田博之との契約を解消して、日本未来図を代理店とした。 XC-2 エンジンについては、防衛省は、試作機用予備エンジン1機について、完成談合事件の余波により随意契約を見直し、同年8月に、日本未来図以外の数社に競争入札させたが、条件を満たす業者がないため不調に終わった。2回の不調後は、任意の業者と随意契約が可能となるため、日本未来図と随意契約を結ぶことを検討していたが、 当時の森谷武正防衛事務次官と宮崎元信日本未来図社長との誘着が当初から省内で疑惑化しており森谷武正事務次官が8月末に退官した後は具体的に進められず森谷武正事務次官と宮崎元信元日本未来図社長は逮捕され防衛省は山田博之日本未来図との取引を停止したその後代理権は2007年に 早日に移行し、2019年現在は GE アビエーションディストリビューションジャパンが契約相手方になっている。当初は2011年度以降に C-1 の減数が始まることに合わせ、中期防衛力整備計画で4機の KC-767 とともに8機程度が調達される予定で量産1号機を2008年度予算で計上する予定であった。 しかし次期戦闘機の選定が先送りとなり、当初より多くの F-15 j 金代価改収ための予算を確保する必要が生じたため、CX の予算要求は1年見送られ、さらに開発の遅延により、2009年度と2010年度予算での調達も見送られた。2010年12月に中期防衛力整備計画で10機が整備される予定であることが発表され、 同月の2011年度、防衛予算政府案決定概要において、初めて2機の予算が計上され、2013年度以降に配備されることになった。調達総数は C-1 を完全に置き換えるため、航空爆料幹部では、電子情報収集機として使用している4機の YS-11EB の後継として、改造機を4機程度購入することも検討している。 C-1 をベースにした電子線訓練支援機 e c 1も C-2 派生型で置き換えることが検討されているが、はっきりとしていない。C-1 試作1号機である試験機 C-1FTB については、2018年1月現在は後継機の計画がない。C-2 と KC-767 の導入により、 C-130H の一部は、余剰となり空中給油機能を付与される予定だが、更新時期の来る非回収の C-130H を C-2 で置き換えるかは、機種の統一が戦略に与える影響を考慮して検討される。2018年には、エンジンの価格上昇や加工費レートの上昇、円安により、コストが増加し、 量産へ移行しているにもかかわらず1機あたりの価格が上昇していることが財政制度等審議会で指摘されコストパフォーマンスが高い機種への変更も検討すべきとの注文をついた2018年末に計画では25機の調達予定であったが価格高騰により22機に減らすことで防衛省と財務省は合意した2020年3月末時点の保有数は 試作機を含めて11機である。2020年6月に防衛省航空爆料幹部が公開した2020年度版航空自衛隊の概要では2020年度からイルマ基地にも C-2 輸、SO、送機の配備が始まることが記されている。令和2年度1機、令和3年度1機、令和4年度1機が予定されている。武器輸出3原則から 防衛装備店3原則への移行に伴い C-2 は海外への売り込みが行われている。川崎は2016年に C-2 の輸出を目指す大型機輸出プロジェクトチームを立ち上げた。これは営業や設計に精通するエンジニアら約20人で構成され専門組織により外国政府のきめ細かい需要調査を進める。アラブ首長国連邦や 西側諸国など複数の国が関心を示しているという。政府関係者の中には価格が高いことから輸出は難しいという意見もある。競合機としてはエアバス A400M が同価格帯である。速度は C-2 が上であるが A400M は不正時に対応しているとされ複数国での運用実績がある。アラブ首長国連邦時期輸送機の導入を 検討しており有力な売り込み先であるが、競合機の A400M も提案されている。2016年6月に、空軍司令官のアルアラビ空軍少将が、岐阜基地を訪問し、C-2 に試乗し、C-2 輸送機や P-1 紹介機を含む、防衛装備、技術協力への関心を表明した。 2017年8月27日の日経新聞は政府が輸出する検討をしており、同国の要請を受けて輸送性能などの情報提供をすでに始めたと報じている。これを受けて2017年11月に開催されるドバイ航空省への参加が報じられており、国外における展示はこれが初である。不正地での運用能力を求めていることから、 2020年11月に追加主権を実施した。ニュージーランド2017年1月3日付の日経新聞はニュージーランド空軍が保有する c 1 3 h 5機の後継として C-2 導入を目指した交渉を開始したと報じた。また空軍の P-3K の後継として P-1 も同時に売り込まれていた。日本政府は ニュージーランド政府の求めに応じ、昨年9月に基本性能について機密部分を除いた情報提供を行い、防衛省と川中の担当者が現地で交渉している。2017年前半にも要求を踏まえて、価格や製造、管理、修理に関する事業計画を提案し一部の部品は共同生産も検討するという。しかし後に、 ニュージーランド国防部のスポークスマンは、このような訪問は受けておらず、日本政府や川崎重工業との交渉には関与していないと述べ、今年の航空機の交換についての決定はないだろうと、指摘しこの報道を否定した。その後、2017年に P-3K の後継が P-8A に、2019年6月には C-130H の後継が、 C-130J にそれぞれ決定した。川崎重工では2007年7月に CX の機体フレームを利用した、超大型貨物用高速民間輸送機 UCX を開発し、民間向け貨物航空機事業に進出する方針を固めた。すでに2006年7月にファーンボロー国際航空省において提案し、ある程度のスペックも公表した。それによると、 機体の規模はほぼ変わらない。川崎が狙う市場は、積載量40トン以下の中小型機で、大型セミトレーラーやトラックそのものを詰めるなどの、規格外積載能力が高いとして、旅客機を転用したボーイングやエアバスの機体に対抗する。開発にあたっては、XC-2 が採用する各種の国産装備は、形式証明等で必要な費用などを見た上で、 UCX で引き続き採用するか検討し、また、製造や点検修理整備をアウトソーシングするかどうかは、費用と国内産業育成を天秤にかけて検討するなどと、し、XC-2 の機体はほぼそのまま民間向けへの改修が開発の主体となる。防衛省からも、検討資料が公開されているがファンボローで川崎が出展した4枚のパネル、パンフで、 すでにイメージは明らかにされており、空自での運用よりも滑走距離の制限を緩和することで、最大離陸重量を設計限界まで出した提案である。航空会社側が、アン -124、イ12ル -76、L-100 の後継機候補と見ていることや、アン -124 では、過大な需要に UCX が適していると製造者が考えていることも見て取れる。 これによって、同クラスの戦術輸送機とそれらを上回る、高速性能は維持したままで、同水準にまで高速距離とペイロードを引き上げており、さらに、日本の特殊な事情により、数ある、軍用貨物輸送機が民間での採用実績が、乏しいエンジンを採用しているのに比べて、エンジンが民間で多数採用され、運用実績を積み重ねている CF6 から80、 C2 を採用している点で優れており、また最大の優位点は高速度なため、いわゆる民間航空路線を使用可能ということである。これらにより結果として民間での導入に対するハードルを下げる機材となった。この特殊な優位性はそもそも戦術貨物輸送機にターボファンエンジンを導入するという思想が世界に少ないという点から派生してきているが、合わせて 民間旅客機改造型フレーターに対しては44、16メートルの貨物室へ、後部ランプから、容積ギリギリの規格外貨物を、収納可能な軍用カーゴシップとしての特徴を、合わせ持つ、規格外貨物への対応能力が、最大のセールスポイントである。また、ランプの位置が低いことも、民間、フレーターにはない特徴であり、リフトローダーのような特殊な積み下ろし機材を、 必要としないメリットがある。しかも同等、フレーターが LD3 コンテナ40個程度積載能力であるのに対して、同36個積載の一般貨物輸送能力も保持している。規格外貨物の積載においては、イリューシンのいるマイナス76余剰中古機によって市場が開かれているが、昨今の航空不況により、運航費の安い新規装発機は、 現在大量に発注されており、その航空機のエンジンのサイズ自体が大直径化しているのをはじめ大きく市場規模が拡大しつつある。また、戦術輸送機への小規模空港での高運用性も滑走路面強度上の優位点である。自衛隊機の民間転用は初めてで、防衛省や経済産業省も支持する方針とされ、2007年7月4日、 月日経新聞によれば、防衛省経理装備局航空機関課長も、民間転用については、データ提供などで可能な限り協力するとしている。また、転用の際には川崎も、総応の負担をすることを希望している。民間機使用については、日本国外への輸出も検討されており、国内外の航空貨物を手に売り込む計画で、2012年の事業化を目指す。 今後20年間のオーバーサイズカーごと再起の需要の伸びは航空貨物需要の伸びの倍であると期待されており、近々急そびえ時の経年が問題になるので更新需要が見込まれる。しかし需要予測調査の結果、販売期間を30年に設定した場合でも、その需要はわずか約90機に止まるとの厳しい結果が出ている。また1ドル80円で試算した場合、 30年間で90機を販売したとすると、1000億円規模の借入金が発生する見込みで、そのブレークイーブンには20年以上もの期間を要することも明らかになった。2016年の国際航空宇宙展において、川崎の担当者は UCX はコストが高くなるといった理由から提案を中断していることを述べた。 2017年1月19日、民間転用を事実上断念。航空法による形式証明取得の困難さが原因として挙げられている。UPX とは別に、日本航空機開発協会では、平成14年度より PX 及び CX を民間旅客機へ転用するための開発調査を行った。電波情報収集機 RC-2 航空爆料幹部では、 4機の YS-11EB 電子測定器の後継機として C-2 を改造母機とする研究を行っている。技術研究本部でも当初から電子線任務への適合性を視野に入れた開発を進めており、システムを搭載した後継機は YS-11 同様に4機程度が調達される予定である。電子線システムには基本が開発している 将来電子測定機搭載システムが採用されることになる。このシステムは、などを特徴としている。2015年に機種のレドームが大きくなり、機種下にアンテナ、全部胴体上面、後部胴体側面及び上あつら、垂直尾翼上部、胴体ビブに各種送受信アンテナを収納したドーム、フェアリングを装備して、貨物室内に受信装置、信号処理装置、 表示装置を搭載した予想図が公開され、2018年2月8日には、試作2号機をもとにした回収機が、寄付基地で初飛行している。2020年10月1日、電波情報収集機 RC-2 が、入間基地に正式配備された。なお、PE-1 も、電子情報、画像情報偵察型や、早期警戒型など、 派生型の研究が行われている。2017年6月9日、C- に78から1200号が訓練を実施するため滑走路へ向かっていた際に逸脱、見保飛行場の滑走路が閉鎖される事故が発生した。同月21日、防衛省は原因として、機体の速度や姿勢を確認する完成基準装置の作動前に、パイロットが機体を指導したため、装置は、 機体が高速で移動しているとご認識した状態となり、保護機能が作動して操縦桿の操作などができなくなったと発表した。出典、防衛装備庁、航空自衛隊を基本に、防衛省、川崎重工業等のデータで、補足諸限性能武装、トータルイクリプス第2話に、日本帝国軍機として登場。登場人物の一人が、 国連軍有根基地に赴く際に登場する。ガールズパンツァー第2話に架空の発展型である C-2 回が登場。機体サイズが120%スケールアップされており、実機では搭載不可能な重式戦車の搭載が可能になっている。劇中ではレイプスを用いて重式戦車を空艇投下した。 空母い吹防衛出動発令後に自衛隊の輸送に使用。ありがとうございます。